本日は大巻真嗣メモリアルリバース千住2017関谷へお越しいただき誠にありがとうございます。ご来場の皆様にお知らせいたします。本日は大変多くのシャボン玉を飛ばします。人体に影響のない専用のシャボン液を使用しておりますが、たくさんの泡が目に入った時などは会場内の水道にて早めに洗うようにお願いいたします。スタッフがご案内いたしますのでお声掛けください。会場内は機材や電源コードがたくさんございますので、皆さんお足元には十分お気をつけください。また会場内走らないようにお願いいたします。本日は写真やビデオの撮影、その他取材がございます。撮影いたしました写真や映像は主催者の広報等の目的で使用させていただくこと、あらかじめご了承ください。何かございましたらお近くのお泊まりスタッフまでお申してください。それでは昼の部を開演いたします。メモリアルリバースの作者であるアーティスト大巻真嗣をご紹介させていただきます。現在東京芸術大学美術学部彫刻科および大学院グローバルアートプラクティス専攻教授、世界中の芸術祭や美術館、ギャラリー、展覧会に参加する国際的なアーティストで、展示空間を非日常な世界に生まれ変わらず、鑑賞者の身体的な感覚を呼び覚ますそのダイナミックな作品群で日本を代表する芸術家です。千住では今年7年目の開催となるメモリアルリバース、どうぞよろしくお願いいたします。大巻真嗣さんから一言いただけますか。皆さんこんにちは。本当今年で7年目を迎えることができました。で本当に皆さん多くの方に足立の、千住の、メモリバーシャボン玉っていうのを知っていただく、ことになってきて、本当に今日も多くの皆さんにお集まりいただき、また、皆さんに協力していただき、一緒になって、このメモリアルリバースシャボン踊り、そして夜の、パフォーマンスと一緒になってやっていけることを本当に嬉しく思っています。小さいお子さんもおじいちゃんもおばあちゃんもお父さんもお母さんもみんな一緒になってこの空間を作っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。では昼の部シャボン踊りいよいよ始めていきたいと思います。